はい、こんばんは。サーバージュルテン将軍でプレイしていますハルポンです。今回はシーズン7舞台編成紹介リバージョンということで、王荘にね焦点を当てて舞台編成を紹介していきます。はい、シーズン7からね満潮と王荘が、出てくると思うんですけど、実際にはねこのシーズン6のガチャにね王荘と満潮実装されてて今当たるみたいなんですけど、実際にね使われるのは、シーズン7からかなと思います。で満潮はね比較的に鯛盾とか女王盾っていうテンプレ編成で注目を集めがちなんですけど、王荘もねなかなか使えるんじゃないかなと思って、今回舞台編成考えたっていう形です。もちろんね王荘を1軍2軍、3軍もね厳しいと思うんですけど、そういった1軍2軍3軍編成に組み込むのではなく、4、5軍あたりでね特定の相手部隊に対して有効活用できたらなっていう思いで、部隊編成考えてきた形です。はい、ちょっと長くなりましたけど、部隊編成のね紹介に移っていきます。はい、主将に宗人、副将に巨長、王荘といった盾編成、義の盾編成になります。で見たら分かると思うんですけど、宗人とかね巨長って戦場でほぼほぼ見ないと思うんですけど、先ほどね冒頭でも言ったように4、5軍あたりを想定しているので、基本的に使われてない武将をメインに考えてきました。はい、で、宗人の戦法なんですけど、不運戦力刀と魅惑です。で、兵法書は機動防御と霊視百戦錬磨っていった形になります。で、巨長の方は、戦法は護衛軍で落砲ですね。で、兵法書は四柱九喝っていうのかな。はい。で、武略と出営ですね。四柱九喝あんまり使ってる人いないと思うんですけど、5ターン目からね通常攻撃2回できるようになるみたいな、一定の確率で2回できるようになって、その代わり回復無効状態になるんかな。はい。で、王荘の戦法なんですけど、白尾と練習自撃ですね。はい。で、兵法書は維持撃乱、希望妙賛といった形になってます。はい。ちょっと後でコンセプト話すんですけど、なんとなくわかるかなと思って、宗人にね、宗人の固有が相手を挑発状態にするってやつなんですけど、宗人に、通常攻撃をね仕向けるっていう感じですね。で、巨長と王荘が火力役みたいな感じです。はい。大まかにはそんな感じで、コンセプトの方を話していきます。はい、コンセプトの方なんですけど、対兵陣系耐久編成ということで、呂布三世とかね、貫遊記とか、損傷後牙みたいなね対兵陣系に対して、耐久したいなっていう思いで考えた舞台です。はい。で、2つ目、カチカチ宗人にヘイトを集めるってことなんですけど、宗人のね固有が先ほど言ったように挑発状態にして相手に宗人をね攻撃するように仕向けますと。で、統率も上がるんですよね。で、奮戦力刀をつけることによって宗人自体が回復できますし、でさらにね統率上がるんでよりカチカチになると。で、魅惑は、通常攻撃受けたら一定の確率で相手をね混乱とか、封印状態とか最新状態とかにするんですけど、そういう感じでね、宗人にヘイトを集めていくっていう感じです。で、3つ目、豊富な制御戦法って書いてあるんですけど、意外とね制御戦法が多いです。まず魅惑じゃないですか。先ほど言ったように魅惑で相手をね制御状態にすると。で、巨長につけてた落砲で相手を最新状態にすると。で、王荘の固有も相手をね最新状態にするんですよね。はい。この3つで相手をね、制御状態にしていきたいと。で、なるべく通常攻撃はさせたいんで、後衛軍もつけてるんでね、通常攻撃はさせたいんで、相手封印状態にするとか、強行状態にするっていう戦法は避けてます。なので、落砲をつけてます。はい。まあなんかね、巨鳥につける戦法としては、落砲がぴったしかなと思ってます。はい、で4つ目、王曹と巨鳥の火力を生かすっていうところなんですけど、王曹の固有自体がね、2回平均ダメージを与えるんですけど、その1回目の目標に対して平均ダメージを当てつつ、火ダメをね上げるんですよね。次の攻撃の火ダメを上げると。で2回目の目標は別の人を攻撃するんで、その火ダメの影響を受けないんですけど、まあ、2回目は平均ダメージプラス、相手を最新状態にするっていう、こういうなかなか強いかなと思います。はい。でその後に掃除にねつけてた練習自撃、あれは平均ダメージ与えつつ、王曹をね回復できるんですけど、しかも武力の影響を受けるんで、はい、それでダメージを受けつつ、与えつつ、で巨鳥で相手をね敵軍をロックして平均ダメージアップさせて、落砲でね大ダメージ与えるっていう感じになってます。はい。で護衛軍も副将のね武力を最大60ずつ上げます。でしかも通常攻撃もね返すなんていうの、反撃するんで、まあ王曹と巨鳥のね火力を生かすっていう感じです。はい。まあなんかこれまでねごちゃごちゃ説明しましたけど、曹仁にヘイト集めて、曹仁に攻撃を仕向けるようにして、曹仁に耐えてもらって、王曹と巨鳥の火力で相手を倒しに行くっていう編成です。はい。じゃあ次ね、先方大隊案の方に移りたいと思います。はい、先方大隊案なんですけど、1つ目は奮戦力投ですね。曹仁につけてた奮戦力投を合軍収集っていうのかなに、変えると。で2番目も魅惑をね合軍収集、まあ合軍収集自体が回復戦法なんで、自身をね回復する戦法なんで、曹仁はね回復が必要だと思うんで入れてます。はい。まあ魅惑の制御戦法を取るか、奮戦力投のね、回復および統率アップを取るかっていう感じですね。はい。まあ奮戦力投よりは合軍収集の方が回復量は上がるかなと思います。毎ターンしっかり兵力回復してくれるんでね、 124%。 はい。で、3つ目、落砲を、腐辱使命と郵送飛燕。はい。さっきね、強行状態になるべくしたくないって言ったんですけど、腐辱使命自体は強行状態にする確率は低いし、火力がね、結構高い。220% あるんで、火力高いので入れました。で、郵送飛燕もね、皆さん知ってる通り、何回もね、80% の攻撃をできるんで、火力高いかなと思います。はい、で練習自撃を、4つ目はね練習自撃を非実とかにすれば、統率が低いね相手を狙い撃ちできるかなっていう感じです。はい。先方大隊案は、以上になります。こちらもね1軍2軍3軍とかではあまり使われてない戦法だと思うので、なんかね、代替できるかなと思います。じゃあ最後ポイントまとめを話して終わりにします。はい、ポイント注意点など、まとめじゃなかったですね、注意点ですね。はい。1つ目、王曹の行動を一番先にするっていう感じです。はい。コンセプトの方でも言ったんですけど、王曹の固有で相手のね火ダメを上げて、巨鳥でダメージっていう感じなんで一番先にすると。で基本的に速度はね王曹が一番速いので、問題ないんですけど、装備品に気をつけてくださいっていう感じですね。2つ目は兵陣形編成にぶつけてくださいという感じですね。やっぱ知略系、計略系ダメージが大きいね編成にぶつけちゃうと、曹仁も巨鳥もね王曹も知略低いので、結構やられちゃうかなと思うので、しっかりね両風三世とか貫遊記とかにぶつけてください。はい、序盤を耐えしのげばね、かなり有利になるはずです。平陣形編成に対してね。はい、ポイント注意点等は以上ですかね。はい、ちょっと王僧の使い方っていろいろあると思うんですけど、今んとこねこういう使い方もいいんじゃないかなと思うので、もしねよろしければ4五軍とかで使ってみてください。じゃあ終わりたいと思います。バイバーイ。